え、もう撮って早いですね。あ、もう始めていいですか。撮ってます。撮ってる。あ、こんにちは。グランピーしもりです。今日はピストを買った時に持ってたらいいものを紹介します。ピストバイクはロードバイクと違って、ホイールとかクイックレバーとかじゃないんです。で、スルーアクセルとかだったら六角レンチがあれば外せるんですけど、ちょっとこれハブナットって言って15ミリのレンチが必要になります。で、これ15ミリのレンチがあれば出先でパンクした時とか、これすごい便利なんですけど、これ15ミリのレンチで、まあ、ハブナットにはめてもらって、これ回すと外れます、ホイールが。で、これパンクした時にホイール外して、裏側が、これレンチの裏側がタイヤレバーになってるんで、普通にタイヤをパコッと外せるようになってます。これいくらですよね、3000円ぐらいですよね、確か。で、まあチューブを、まあ、これ箱なんですけども、出してからカバンにチューブ1本丸々入れとけば、で先でパンクしてもなんとかなります。で、あとはこれは栓抜きがついてるんで、まあ、ビール飲みたい時とか家で飲んでください、これ使って。ビール飲んでサイクリングしますか。多分これまたビール飲んでサイクリングとか言ったら、またコメント欄でまた言われちゃうです。飲んじゃダメですよ、サイクリング中に。で、あと、ピストン乗るとチェーンって結構普通のロードバイクとか、ああいう変速機付きの自転車よりチェーンに負荷がすごいかかるんで、できれば1週間に1遍か2週間に1遍毎日乗るんだったら絶対注意をしてほしいんですけど、その時にウォードの、まあこれメゾとライトデューティーっていうオイル、これベアリングとかにも使えるオイルで、すごいあれですね、静かになんて言うんですか、なんて言えばいいですかね、まあ精度のいいオイルです。長持ちして全然部品を傷つけずに滑らかになります。ベアリングに刺すともう気持ち悪いぐらいくる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 回るように復活するんで、おすすめです。で、今度マックオフのウェットチェーンルーブっていうオイルになるんですけど、これは普通のオイルなんですけど、これ多分チームスカイかなんかと共同開発した多分オイルだったんですよ。で、面白いのはこれ今ちょっとできないんですけど、チェーンにオイルを刺していってちゃんと注油できたか確認する方法があって、これブルーライトを当てると光るんですよ、チェーンが。ブラックライト当てると光るんですよ。で、青色にすごい発光するようなオイルで、多分 2,3 回乗るとその発光は止まるんですけど、まあ自分がチェーンを注油した時に、まあコマ刺していく時に一コマ飛ばしたとかってたまにあるんですよ。それがこれが確認できるっていうちょっと面白い便利なものです。これが2400円になります。で、これが1380円で、こっちの方がちょっと量が多くていいです。で、これはこういうふうにスポイトタイプになってるんで、すごい刺しやすいんですけど、これは一滴一滴ちゃんと刺せればいいんですけど、たまにガバッて押してしまってから 3,4 滴以上もうポタポタ垂らして一コマに、で油まみれになるんで、これちょっと気をつけて注意した方がいいです。まあ刺しすぎたらちゃんと拭いてください。あとは六角レンチ1本あれば自転車1台バラせます。空気入れがないですよ。空気入れ、そう、忘れとったっす。申し訳ないです、忘れてました。これが出先でのパンク用の空気入れになります。これはチューブ交換を、さっき言ったように出先でパンク用にチューブを交換した後に空気を入れるためのものです。持ち運びが簡単なポンプになります。でもこれ高圧まで入らないんで、多少の走れるぐらいの空気を入れて近くの自転車屋さんに駆け込んでください。駆け込む用のポンプです、本当に。
で、もう一個はフロアポンプがあるんですけど、ちょっと突然取ってきたやつが値段が高いやつだった。これ1万6000円。レサイのポンプで安いやつは多分5000円ぐらいであるんで、ちょっとこれ間違えて持ってきました。デジタル系になってて、でこれのポンプのヘッドの先っちょがすごい便利になってて、こっちがフレンチバルブで、ひっくり返すとこれ米式のバルブに空気入るようになります。でこれ回して取っとるんですけど、空気入れるときはここに、まあいつも通り取ってもらって、こうやって、でこれ普通のバルブ、空気入れとかでこうやってロックするやつあるんですけど、これ 手を怪我しないようになって、こうやって回せれば空気入るようになります。でこういうタイプのやつって取るときとかにスポークに指ぶつけてからすごい痛い思いするんですけど、これ全然回すだけで取れるんで、すごい便利です。おすすめです。でこれ、まあ、自転車全般にもなんですけど、一応ピストンにちょっと焦点当てて、チェーンオイルとか、まあ、おすすめの商品今紹介したんですけど、これ全部買うとだいたい1万円ぐらいで買えます。もうなんでピスト1台完成車買うのが12、3万円だとして、まあ15万円ぐらいあればこのポンプとこういう全てのセットが揃うかなっていう感じなんで、ぜひ買ってください買ってください。まあお願いします。おすすめです。では以上になります。ありがとうございました。